月23日ですね。終わるか1週間で、まあ、まあ今日で、石をぶち壊し終われば、午後にはちょっとセメント買ってきて、あーでもちょっと今日は天気悪いから、まあセメントだけは買ってこれるかなという感じです。まあセメント買ってきたらちょっとここまでやってみようかなって感じです。なんでこれトタンがここに差し込んであるかっていうのもよく分かりました。まあ、あとはここのラスボスたちを、今日のラスボスたち、砕いて回りますわ。で砕いたら砕いたであっち全部打ち込みますわ。はい、今回からですね、まあ、今回からっていうか、まあ、今回の動画はかな、まあ、一段落ついて、まあ、今年の締めですね、メインイベントの単管パイプを立てる前の段階ですね。で、単管パイプを立てるにも、やっぱこの庭石が邪魔なんですよね。で、なんでこんな無駄に庭石があるのかなんですよね。これ持ってきたのかって思うぐらいいっぱいあるんですよ。まあ、ちょっと砕いたものなんですけど、なかなかゴツゴツありますよね。はい、今日雨っぽいんだよね。まあ、午後は晴れる予報なんだけど、ちょっとあいにくの天気です。ちょっと早いね。まだ始まったばっか、始めたばっかだけど、まあ、とりあえず、まあ、そんなに強い雨じゃないんで、強行突破で石を割ります。じゃなくて進まないんで。まあ、一応動画は撮れませんね。濡れるんで。なんで、ドリルでひたすら穴をかけていきたいと思います。はい。で、まあ一応ですね、まだ Amazon で買ったこの電ドリが使えるんですよね。まあもうそろそろ怪しいのかなって感じですけど、まあまだまだ頑張らせられます。で、あとはそのドリルなんですよ。石に穴を開けるドリルが、まあさすがにもう下手ってきてて、まあ全然シャープさがないっすよ。刃がもうまん丸だから全然ね、ドリルが入っていかないっすよね。で、それでもまあまあ頑張って、でまあ、これ以上も今年開業にお金もこれ以上かけたくないんで、まあ、あとはもう来年ちょっとや、なんだろうな、家具を入れるぐらいですかね。それぐらいにしか俺金使いたくないですもん。だからまあ予算はかなりオーバーしてますよね。で、特にそのかなりね、予算削られたのは水道ですね。まさかまさかの水道のボイラーまでがもうがぶち壊れてたっていうのが、これまた痛い話でしたね。で、特に何が痛かったかって言ったら、多分電気は電気でもう通しちゃって、ボイラーの電源入れておかないとダメだったんですよね。で、それがゆえにボイラーのタンクが破裂してましたね。まあ、基本的にそのタンクの、あれっすわ。なんだっけな、タンクの水抜きのレバーがあるんだけれども、バルブのレバーがあるんだけど、それがねずっと垂直だったから多分抜くの忘れたんですけど、でもそもそも俺が買うまでに3年空いてるから、まあ無駄だったんじゃないかと思ってますね。その3年の間に、まあ、前の持ち主がそれやっといてくれればよかったけれども、あれでしたね。まあ、それ、そこまで気づくような人じゃないと思う。うん。まあ、まめに、換気しか、死には来てなかったからね。まあ、多分ね、台所の水漏れは直しといたとか言ってたけどね。まあ、別に直ってなかったね。多分、タンクが割れてたの気づいたんだろうな、あれで。そんで、あれ、現状は私だよしか言わなかったんだよな。まあその程度はまあいいさ。やっぱり家買うって、もう現状のまんま貸し担保もいいよつけないで、あとは直すからって、スパッとね、買った方がやっぱりいい。あとは全部自分で直せばいいから、そっちの方がいいわ。はい、ちょっと雨が強くなってきちゃったから、一旦中止ですね。午後になればすっぱり止むんだけどね。えっしょい、はい、ようやく雨が止んだので再開です。まあ1時間半ぐらいだったかな。で、まあ
あともうちょいなんで、これ午前中で終わって、どうしようかな、セメントは買ってきても、まあ、ちょっと今日午後は、まあ、台風のせいでね、ちょっと天気は分かんないから、ちょっと、セメント固めるのやめようかなと思います。まあ一応砕いていきますわ。はい、まあひたすらに砕いていく感じですね。で、あんまね、砂利を買ってきたくないですよね。ね、砂利って意外とあれ重くて、あんまり軽で、なんだろう、運びたくないんですよね。効率悪いから。で、多分、持ってくるんだったら、20体とか入れないとダメ。20体じゃ足んないか。20体40、うん、40体ぐらいかな。20×40、4が8、800でしょ。で、800キロだったら全然いけるわけよな。で、800キロだったら、ホームセンターの豚車があるから、その豚車を、に一括でドーンって持ってくればいいわけで、あとは採石かな。できれば、大きさは欲しいので、その採石でやる感じかなって感じです。で、まあ、まだ石は使う予定なものがあるんで、あんまりね、全部砕いちゃいけないんだけれども、まあ、いっかって感じですね。あともう一箇所屋根は作りたいんだが、ここの屋根をどうするかなんですよ。で、ここの屋根っていうのは今動画にあったように、納屋の入り口のところにもうちょっと一箇所作りたいんですよね。でも、正直な話、この単管パイプをケチるべきではなかった感じですね。はーい。まあね、ようやく、これはお盆を過ぎたあたりですね。やっぱりね、かかった。やっぱり、単管パイプまでにね、この地面がゴツゴツしてて、多分タイヤパンクしそうなレベルなんで、ここ、どう鳴らすかですね。はい、そんな感じです。バイバイ。